こんにちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？今日も一緒に楽しく日本語を勉強しましょう。ではですね、このビデオは、大家でやっぷゆ、大家だるゆ、みんなの日本語の、中級の2ですね。中級の2、これは台湾バージョンですが、まあ、世界中のどのみんなの日本語でも大丈夫です。でこの中級2の第9課ですね。第9課の19番目のビデオ、文法の6番です。でね、これは、たら、if の意味だよね。如果、如果、if の意味のたらに、結果のたをつけます。何々でした、何々買ったですとかね、たですね。ばはね、条件形、コンディションフォームです。これも if ですよね。何々たら何々でしたとか、何々あすれば何々買ったですでした、ね、だったとかですね。この使い方はね、実現しなかったこと、 something didn't come to、 実現しなかったことや、あと今の、まあ、実際だよね、現実 reality ね、実際の状態と違う結果の時に、もし何々なら、もし何々だったら違う結果になりましたねと言いたい時に使います。例えばこれね、実際は私は女性です、女の人ですね、が例えばですよ、 If I were a man、ね、If I were a guy、ね、like, 如果我是那个男人的ね、男性だったら野球選手になりたかったですね。私は野球がとても好きです。大好きです。もう野球ね、毎日やりたいです。あ、これ本当じゃありませんけどね。私はテニスとか野球とかとても下手ですから。でも、例えばね、私は野球がとても好きですから、野球選手になりたいですが、でも日本で女の人は野球選手になることができません。ソフトボールはあるんですけど、野球は男の人だけです。男性だったら、でも実際は、ね、現実は男の人じゃありませんから、野球選手になりたいというのも無理ですね。こんな感じで言う言い方です。So, if I were a guy, I wanted to be a baseball player. ね、そうですね。こんな感じ。ではね、教科書はですね、これは、台湾バージョンでは71ページです。ここです。これね。では、まず教科書を読みます。でそれから今日はね、ホワイトボード1、2、3、3ページありますから、3ページ一緒にやっていきましょう。説明していきますね。では、読みます。6番、たら、ば、た。今日の試験、もう少し時間があったら最後までかけたのに。両親が生きていたら孫の誕生とても喜んだだろう。この間見たパソコン買ったんですか？いいえ、もう少し安ければ買ったんですが。練習1、例。高橋さん、どうして忘年会に参加しなかったんですか？ちょっと用事があって。そうですか。高橋さんが参加していたら、もっと楽しかったのに。1番。高橋さん、どうして試合に出なかったんですか？ちょっと怪我をして。そうですか。高橋さんが試合に出ていたらきっと勝ったのに。高橋さん、どうしてカラオケに来なかったんですか？ちょっと風邪をひいて。そうですか。高橋さんがカラオケに来ていたらみんなもっと歌ったのに。練習に。実現しなかった夢を話してください。例1、あの時スタートを失敗しなかったら金メダルを取れていたんですが。例2、もう少し背が高ければバスケットボールの選手になれたんですが。と
どうでしょうか。これね、文法のね、最後ですよね。そうですね。じゃあね、ちょっと次のページに、このね、何々たらとか、どちらでも同じ意味になりますよね。たらもばもね。じゃあね、次のね、これを見てみましょう。これは、あの、教科書の例ですね。教科書の例、この一つ目のね、ここの例ですね。この例をちょっとあの書いてみました。あのね、現実だよね、リアリティね、本当は実際にはですね、時間がありませんでした、ね、時間がありませんでした。それで最後まで、まあ、試験の最後まで、ね、書けませんでした。時間がなかったので最後まで書くことができませんでした。その時にね、この言い方ができます。これね、なんかね、残念ね、あの、ほうちゃんね、太くはしね、悔しい、後悔とか残念という気持ちで、ね、これのにが入ってますね。のにね、のにはなんか、あ、残念だねという気持ちをあの表現できますよね。もし、あ、もしはこの何々たらとこう一緒に使うといいですからね。であってもなくてもいいです。もし、もう少し、あ、リトゥビーモードね、どういでんよね、もう少し時間があったら、実際は、現実は時間がありませんでした。でももしあったら、最後まで書けた、こう可能形ですよね、書くことができたのに、書けたはずだ、シュピードね、インガイね、インゴイとかね、書けたかも、かもはメイビーだよね、メイビーアイクッドライ、ちょっと弱いかな、これね。これはのには後悔する感じだよね。後悔ね。リグレットの感じ。はぁ、残念ですね。で、かけたはずだ。これは強く言っています。とても自信がある感じですよね。I should have been able to do it. で、かも、maybe, I don't know の感じですね。この、もし何々たら、もし時間があれば、あったら、何々のにはずだかも。このようにそのたらればの後ろにこのね、のにはずだかも、あとこの教科書であるね、だろうでしょうね、ここにあるね、だろうでしょうとか、何々うんですが残念というのがよく一緒に使われています。ではね、次をね、見てみましょうね。次のページ、もう一つね、教科書のね、あの練習問題ですね。実現練習2の実現しなかった夢ですね。でこれはですね、ちょっと、あ、危ない、そう、ちょっと大丈夫、ちょっとすいません、スペースが狭いから、そしてちょっと見ながらやりますね。ね、練習2ですね、雨が降ってだね、雨が降っての花火大会が中止になりました。これ全部ね、実際に起こったことです。雨が降りましたから、ね、雨が降って花火大会が中止になってしまいました。 で、ね、でも私はね、うーん、ね、雨が降らなかったら、ね、雨が降らなかったら、降らなければでもいいですよ。雨が降らなかったら花火大会が中止にならなかったのにとか、また中止使わなくてもいいかな。花火が could watch、 花火が見られたのに、あ、残念ですね。もう一度、雨が降らなければ花火が見られたのにですね。次いきます。実際はこれです。休みが取れず旅行に行けませんでした。休み、ね、休みってあのアニュアルリーブとかね、有給とかね、有給休暇。休みが取れませんでしたから、取れなくてだよね。休みが取れなくて、取れませんでしたから旅行に行くことができませんでした。これをこのタラタンにすると、休みが取れていたら、ね、休みが取れていたら旅行に行けたのに、休みが取れたらでもいいね、取れればでね、休みが取れれば旅行に行くことができたけど残念でもいいですね。次です。
貯金、貯金って銀行にあるお金ですよね、セービングマネーね、うん、貯金が足りませんでしたから、ね、足りないので車が買えませんでした。貯金が足りなかったから、足りないはね、グループ2だよね、足りなかったから車を買うことができませんでした。車が買えませんでした。で、これを使うと、うん、If I have enough saving、ね、貯金があったら、貯金が十分あればでもいいね。貯金が十分 enough、ね、貯金が十分あれば車が買えたのに、銀行にお金がたくさんあったら車を買うことができたけど、点点点、残念です ね。と次です。勉強不足で、不足は不足で、足りませんだよね、足りません、少ないです、 not enough ね、不够でいいですね。勉強不足で、では理由、原因ですね。勉強不足で N3、 JLPT、ね、N3 に落ちました。落ちるってこう、話し言葉、スポークンフォームで didn't pass、ね、I drop だから、 drop は不合格、不合格でした、不合格、合格できませんでした。勉強不足が原因で N さんに合格できませんでした。落ちてしまいました。なのでこれ使います。はい、ね、あ、もっと勉強していたら合格できたのに、あとはもっとたくさん勉強していたらとか ね、 あ、うん、そうね、もっとたくさん勉強していたら N さんに落ちなかったのに、 I didn't、 I didn't、 何これ、何これ、 I didn't fail だよね、 I didn't fail in this exam、 落ちなかったのにとか、うん、他にできるかな、例えばもっとよくでもいいね、たくさんじゃよくでもいいね、 how how だね、 how hard だね、もっとよく復習復習でね、 review ね、もっとよく復習していたらきっと、出費ね、きっと N さんに合格できたはずだ、残念という感じですね。どうでしょうか、うん、なんか皆さん他にも実現できなかったこといろいろありますか。例えばさ、今コロナでみんな結構大変ですよね。例えば、うん、私たちマスクしなければなりません。実際はね、実際には私たちは毎日マスクをしなければなりませんね、香港でね。したらね、あーって、もしコロナでね、もしコロナが流行、流行でね、ラオハンでね、イッチスプレッドね、もしコロナが流行していなければ毎日マスクをしなくてもいいのにとか、しなくてもよかったのにがいいかな、しなくてもよかったのにとか、あ、この3年間ね、この3年間もしコロナがなかったらね、 If it were no COVID-19 ね、もしコロナがなかったらこの3年間自由にいろいろな国へ旅行できたのに、この3年全然旅行できませんでした、ね、私も3年ぶりに自分の国で日本へ帰ってきました、ね、3年間旅行はもちろんだよね、旅行ももちろんできませんでしたが、自分の国へ帰って家族に会うこともできませんでしたから、本当に久しぶりに日本に帰ってね、とても嬉しいですですね。さあ皆さん、なんかよかったらこれね、例文作ってコメントのところからね送ってください。じゃあ私チェックしてお返事しますからね。でね、ここまで一緒に勉強してくれてありがとうございました。ここまで見てくれた人によかったら LIKE しておいてくれるととても嬉しいです。よろしくお願いします。でね、明日からね、会話に行きますね。次のステップは会話ですよね。そう、いつもね、単語をやって、単語の次がこの文法だよね。で、文法をやって、そして文法の次に会話をやります。で、会話の後は読解、リーディングね。こんな感じですね。これね、話す、聞くですね。明日のターゲットはね、これです。話す、聞くはね、まあ、そんなに難しくないけど、携帯電話を買うですね。
お店に行って、電気屋さんに行って、またあのビッグカメラとかヨドバシカメラとかディスカウントショップかもしれないね、あのお店に行って携帯電話 の、 あの売り場、携帯売り場カウンターね、携帯売り場でいろいろな携帯電話を見ながら店員さんと会話していきます。で、自分で欲しい携帯電話とか希望とか自分の欲しい機能とかあのデザインとかについて伝える練習をしていきたいと思います。じゃあまた明日一緒に勉強しましょうね。お疲れ様、またね、バイバイ。